草薙剛と竹内優子が演じた映画僕と妻の1778の物語。がんに侵された妻に1日1編の短編小説を書き続けた夫の夫婦愛を描く物語。原作者の眉村拓先生の実話がベースになった。進行性の悪性腫瘍が発見され余命1年と宣告された眉村先生の妻、言葉には力があると1日1話ずつ物語を書いて妻を励ますことにした。笑うことで免疫力が上がるとされ笑える物語を心がけて書き続けた。100日目くらいで妻からしんどかったらやめてもええよと言われたがやめたら病気が悪くなる気がして書き続けた。作家としてスランプに陥っていたが高校からの最初の読者だった妻の感想を聞き様々なことに気づけた。病状が悪化し1777日の深夜妻が息を引き取り仮通夜の後に最後の1778話目を書いた。空白のページが続きまた一緒に暮らしましょうで結ばれた。全1778話妻に捧げた物語。